他の店の恋心と全然違う。え、私もここの恋心、マジで世の中で一番美味しいし、もうピカイチに恋心を食べに来てます、私は。へぇー、すべての食べ物の中でピカイチの恋心が一番うまい。でも絶対に一番うまい、絶対に一番うまい、はい、絶対に美味しい。いや、だって食べに来てるって東京に住んでるってこと。東京には今住んでるんですけど、うんうん、もうだから名古屋に帰ってくるたびにピカイチに来て、てかピカイチに来るために帰ってきてますね。はぁー、ほんでホイコーロ食べる、はい、そうだね。何が違うんですか、他のホイコーロ。もうなんか味噌なのかな、てか味の濃さがすごくて、うん、でもお肉1枚あったら多分ご飯こう大盛り1杯食べれるんじゃないかってぐらい、うん、めっちゃ味に深みもあるし、めっちゃ美味しい。もう自分じゃ作れない、何回か試したんですけど、うん、なんか味噌入れてみたりとか、うん、赤味噌入れてみたりとか、うん、全然ならないんですよ。あ、そう、めっちゃ美味しいので食べてほしいです。いや、これ熱いよ。これ食べたいですけど、あ、そこまで言うから。あ、リクエスト、リクエスト、ホイコーローが来ました。いやいや、ホイコーローがすごいじゃない。美味しそう。まさかのバンちゃんの前にも来てます。バンちゃん食べな。すごいすごい、嬉しい、嬉しい。結構ね、キャベツもお肉も割とね、デカめなんですよね。そう、デカい。あとテカテカトゥヤトゥヤです。そうそう、トゥヤトゥヤじゃないですよ、トゥヤトゥヤです。トゥヤトゥヤ、テカテカトゥヤトゥヤ。マジでやばい。食べてください、本当に。あー、いただきます。じゃあ、ホイコーロー普段食べますか、ホイコーロー。ホイコーロー食べますけどね。あ、そこと違うかどうか。え、やばい。結構大きめに切ってますね。そうそう、おかみさん座ってどうなんですか。いや、大丈夫です。え、これ綺麗だね、でもね、色もね。わ、綺麗、テカテカや。うん、ほんとだ。やばい、味がすごいね。そうなんです、やばいんです。味って感じ。あ、しっかりめ、うん、しっかりめ。斬新なレモンですね。あ、そこが知りたいんですけど。味、味って感じがします。どんな味を。濃いってことですよね。濃い、濃い、うん、味が濃い。あ、これは確かにご飯と一緒に食べたくなる。そうなんです、ご飯マジどんだけでも食べます、うん、どう、自分、うん、おっしゃる通り、思ってんのかける2の奥深い味わい、ね、すごい味ですよね。ガッチャーンって言うよね、うん、絶対ご飯ですね、これ。そうなんです、ワンちゃん食べない。え、本当ですか。ワンちゃんもリポートしなさい。ずっと食べたかったんです、食べたかった、ね、え、とりあえずちょっとお肉食べていいですか。なんでも食べる、食べるあれがあるの、なんか方法があるの。一番最初にお肉を食べる、うんうん、豚バラなんで、うん、この油とこの濃い味噌味がまた合うのよ。あ、なるほどね。いただきます。ちょっと薄めでね。もうこれでも、ね、これ、ね、野菜挟むタイプちゃうから、ね。いや、まず最初にお肉か。まず行く。うまっ。うまいね、これは。いや、ピーマンがめっちゃ美味しいんです。私はこのピーマンが大好きで、うん、お肉とピーマンが、うん、ピーマンがシャキシャキで。ホイコーローって普通で、うん、豚肉とキャベツっていう感じだの、うんうんうん、けどピーマン美味しいよね。めっちゃ美味しいです。うん、これやっぱ白いご飯が ね欲しくなるよね。うん、そう、うん、ね。白いご飯頼むんですよ。これ止まんなくなるよね。ね、うん、ママ大慌てでじゃあ向かってませんでした。いいよいいよ。全部言ったもん全部で。ケンタッキーが食べたいってこと。ウーバーイーツ来ないです。美味しい。いや、本当よかったね、ばあちゃん。本当に嬉しいです。これ食べるために帰ってきてるんです。うん、そうだね。本当に、マジで美味しい。確かにこれ他のホイコーローと違うね。そう。この他の作れないし、食べたことがないですね、他では。うん、いや、美味しかった。やたら濃くすりゃいいってもんじゃないもんね。そうなんですよ、ね、そうなんですよね。うん、癖になる味ですよね、うん、ちゃんとしてますね、はい、1位の来た。1位の今日はすみません、すみません、おかみさん、いつかしちゃって本当に、本当にすみません。やっぱり1位を食べとかなきゃっていうのですね。これ餃子、ね、あ、ここにかわいい、ね、これ、あ、本当に小さいんだね。そうです、だいぶかわいいですね。ね、うん、これね、ラー油です。あ、ラー油で、はいはい、これはかわいいわ。ラー油入れすぎると、うん、オリジナル辛くなるからね。あ、そうなんだ。たくさん入れないよ、はい、じゃあちょっとだけ自家製でちょっと辛いです。はい、うん、いや、これは確かに小粒だわ。1位ですよね、こんな小さいと思わなかったね。普通のも3分の1ぐらいですか。
ねえ、あの1個ずつじゃなくて3つぐらい一緒に食べる。あ、それぐらいって本当に私はいつもふぐ刺しみたいな、そうそう、ふぐ刺しみたいな感じで3つぐらい。でもいいです、いいです、いいです、いい感じ。餃子1位ですか。うん、もちもちだ。はい、うん、皮が薄いんですよ、うんうん、いくつでもいける感じ。あ、これは確かに食べやすい。なるほど、うん、いいですか、はい、いっぺんに3つぐらい。3つ行きます。あ、開幕3連勝、開幕3連勝。あ、なるほど。あさって開幕でしょ。あ、そう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 。どうですか今年1位。 いけます。1位いける、いける、いける、いける。去年6位やけど、いける。大丈夫大丈夫。それもう餃子を太田さんと石君が食べてくれた。あ、開幕3連勝いった。うまい。うん、開幕戦は何戦ですか。ヤクルト。ヤクルトを3つ噛み砕きました。おー、ありがとうございます。なんだろうな、うまいんだからなんだろうよ。噛み砕きましたね。飲み物だからね、ヤクルト。餃子でしたね。美味しいですね、これは。よかった、うん、シンプル、美味しい、美味しい。このサイズがちょうどいいですね。ちょうどいいね。いろんなもの食べたいんで、うんうん、これが1位です、ね、さっぱりしてるしね。いや、美味しい、美味しい、美味しいわ、ね、何でも出ていく、ね、おかみさん優しい、何でも出て、うん、ありがとうございます。本当に最近ドラゴンの好きになった女性客もその後ここにもう来やすいっていう、試合後にみんな受け入れ体制があるから、ね、受け入れ体制があるから、でも美味しいし、いい連携プレーですよ。いや、本当ですね、本当に、うん、4、6、3ですね、これは。そう、うん、似合いってもんじゃねえだろ。